土壌は中国の百科事典に体を温め正気を増し血を治して強制ありと書かれてます。特に女性には土壌が良いとされ、例えば妊婦さんが土壌を食すと母乳の出が良くなると言われています。パワー食材のうなぎと比較してもビタミン B2、ビタミン D、カルシウム、鉄分などは土壌の方が多く、特にカルシウムはうなぎの10倍も含まれています。韓国では土壌鍋として愛されており、夏バテの改善やその予防には格好のスタミナ源です。